デスクスイドオニキス、オニキス IO ポーツ、SGI オニキスはシリコングラフィックス社が1993年に発売したワークステーション。デスクサイド型とラックマウント型があり、コードネームはエバーレリー、ターミネーター。基本アーキテクチャは SGI チャレンジというサーバー用システムに基づいていたが、オニキスは主にコンピュータグラフィックス製作用に使われることを想定していた。 オニキスは1995年、任天堂64のソフトウェア開発キットとして採用されたが、当時としては最先端の技術のため、開発キットが10万 US ドルから25万 US ドルという、競合機であるセガサターンや、プレイステーションの開発キットと比較してあまりにも高すぎる価格設定でも話題を呼んだ。1996年に次世代機のオニキス2が発表され、 1999年5月31日に販売を終了した i p 1 9 w i t h QUAD R4400S ONIX の CPU ボードはデスクサイド型は1つだけ搭載可能でラックマウント型は6つまで搭載可能初期のモデルでは IP19CPU ボードに1つ、2つまたは4つの MIPS R4400 マイクロプロセッサーを搭載しており 初期は100から 150MHz、後期は200から 250MHz に増強された。後期モデルでは、IP21CPU に1つまたは2つの R8000 マイクロプロセッサーを搭載し、周波数は75から 90MHz で、これを Power o n x と称した。最終モデルでは、IP25CPU ボードに1つ、2つ、4つの R1000 マイクロプロセッサーを搭載し、周波数は 195MHz だった。初期の Onix は、グラフィックスサブシステムとして、リアリティンジェンに、または VTX を搭載していた。後期は、インフィニティリアリティを搭載した。リアリティンジェンには、Onix の初期のグラフィックスサブシステムで、2つのモデルがあった。デスクサイドモデルは12の G を搭載した。 GE12 ボードを搭載し、RM4 ボードと DG4 ボードを4つまで搭載、可能。ダックマウントタイプは RM4、または RM5 ボードを搭載可能な以外は、デスクサイドモデルと同じである。VTX-VTX グラフィックスサブシステムは、リアリティンジェン2の廉価版バージョンで、ハード的には同じだがアップグレードできない。6つの GE プロセッサを搭載した。 GE10 ボードに RM4 ボードと DG2 ボードを一つしか搭載できない。インフィニティリアリティは1996年に発表されたリアリティンジェン2の後継となるハイエンド用グラフィックサブシステムである。二つのモデルがあり、デスクサイドモデルは GE12 ボードと GE11 ジオメトリー、エンジンズに一つまたは二つの RM6 ボードと DG4 ボードを搭載可能。 ダックマウントモデルは4つまでの RM6 ボードを搭載可能。ありがとうございます。